はい、こんにちは、皆様。ですね、as you can see、見える通りに俺は今ね、フェリーの上にいます。そして、はい、もうみんなに感謝を告げた通り、告げたっけ、告げてないか。いや、なんとね、客室を与えられたんですよ。もうマジで、ハレルヤレベル100突破なんですけど、いや、でもね、客室を与えられて、俺はすごい嬉しかったんだけど、もうこんな綺麗であるし、窓もすごい大きいしね、景色もいいし。だけど、もう一つベッドがあるのさ。で、最初は個別の部屋って言われてたんだけど、あ、伝わりました。個別の部屋、個室の部屋って言われてたんだけど、多分相部屋になりそうなの。どれはそれはすごい複雑な 心境なので、なぜかというと部屋がすごい狭いっていうのもそうだし、真横だし、っていうのが自分の思いね。だけど、それと同時に、神様はね、多分きっとこの人に 伝道しろということをね、もしね、来れば、だから本当に御心がなるようにってね、もうずっと祈ってるんですね。本当に福音を聞くべき人が、そして俺が証しするべき人が隣に来て祈る姿も、一切書を読む姿も、もう賛美する姿も何でも見せろっていうのかもわからないしね。だからそれは後でみんなにアップデートします。はい、ということでね、今日はね、ちょっとみんなにこの新日本海フェリーの、ちょっといつもの暗い報告とかとは一回切り替えて、そろそろみんなね、心が落ち込みすぎて ちゃんと主に支えられてることを祈るんですけど、今日はちょっと切り替えて、この部屋がどんな感じかっていうのをね、暴露していきたいと思います。まあ、暴露すること何もなくて、普通の部屋だからちょっと申し訳ないんですけど、まあね、この経験もね、俺すごい感謝してるし、本当に急に与えられた仕事だったしね、ずっとプランされてたわけじゃなかったので、まあ俺の人生でプランされてることなんて多分神様以外で一つもないと思うんですけど、だからまあとりあえずどういう部屋に俺は今住んでるのかっていうのをね、このつまんない動画で見せていきたいと思います。ということでですね、こちらがドアです。まあドアなんて説明しなくても分かりますよね。こちらドアですね。で、こちらがね、ドアからの景色。もうね、俺が入った瞬間、こんだけ散らかって治安悪くなったんだけど、はい、こちらが、まあ、こちらにもね、鏡があって、で、こちらがバスルーム。チューリン。はい、もうね、俺は結構ね、すごい嬉しいの、このバスルーム。すごいいいと思う。ここでシャワー浴びれて、こんな感じ。もうシャワー浴びてまくってます。で、こちら、トイレですね。中身は、見せません。流してますけどね、ちゃんと。はい、こちらが、シンク。結構ね、広いのさ。で、ここ、本来ならばテーブルなんだけど、もう俺は、治安が悪すぎて、何でもここに置いてしまって、こういう状況です。で、ここに、いろいろハンガーとかかけられて、荷物とかね。はい、で、こちらが、ベッドですね。我が、寝床。こちらにね、誰か来るんでしょうかね。主よ、あなたが知っておられます。もうそこはもう期待します。委ねます。はい、で、こちらがね、もうやばくね、これ。もう俺はね、入った瞬間これを見て、マジで6秒間ぐらい叫んだ。やばくね、部屋からのこの景色さ。いや、なんかすごいロマンがある。ロマンがあると言っていいのか。なんかね、お、やばい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 。あそこに、船ありけり。見て。今日の朝からなんかね、本気で窓の外見てたら、なんか白いのがフィューンって水の上飛んでたの。で、飛び魚って俺飛べんの？そんなに長く飛べんのって。しかも陸からめっちゃ離れてるからね、まだ朝の状況だから。飛び魚ってよく見てたら、全部鳥でした。普通にね。でも、陸から離れてるのによくあんなとこまで飛んでるなって思ったんですね。誰か生物学者の方いたら教えていただきたいんですけど。で、こちらがテレビ。もうね、テレビ大好きな人、あんまり来てほしくない。テレビ大嫌いすぎて、絶対つけたくないということがあって、はい、そこも祈りつつ。昨日ね、もう俺は酔いすぎて、もう昨日初日で働いてたんだけど、一応レストランで働いてんのね、俺。で、昨日、初日だったんだけど、もう昨日天気が悪くて、波がすごかったのさ。で、もう途中から、これマジでやべえと思って、ゲボ吐くと思って、もう途中で顔も多分15歳ぐらい老けたのか、みんなが「ジェームス君やばいでしょ」みたいな。で、確かに初日であれだけ揺れたら多分相当やばいってみんな言ってたの。もう何年も船乗ってる人でさえ昨日の波はやばいって言ってたから。でも、そしたらめっちゃボスの人が飴くれたり、
めっちゃ優しかったのさ。だからなんとかマジでもう祈ってね、耐え抜いて、あの夜もねめっちゃぐっすら寝た。もうね朝起きた時の感覚みんなにもぜひ感覚してほしい。起きてまず窓の外を見て、大地のこの神様が作られた自然を眺めてハレルヤというね気持ちでした。まあ、あの他の動画でも話したんだけど、あのやっぱどっちかというとね、物理的な仕事とかいうよりもやっぱりとにかく友達を作って、その人々にこうイエス様の話ができたらなっていう祈りとともに来たので、あの皆さんもぜひ祈ってください。そしてここで出会った人とこのフェリーの間だけじゃなくてもね、そのフェリーがゴールデンウィーク終わった後でも本当に友情を築けて、そしてその中でこう証ができるようにっていうのを心から祈ってますので、はい、もうなんかすごいスムーズだったのさ。俺もたまたまこの、あの求人をネットで見つけて、うわフェリーの上かと思って、ゴールデンウィークで短いしなんか面白そうだなと思って、で給料もそこそこだったし、これならちょっと祈って考えてみようと思って、で電話してみたっけ、もうすぐあの面接来てくださいって言われて小樽に。でもどんどこずんずんバンバンバンみたいな感じで進んでったので、あこれは御心や言うて、でも実際一緒に働いてる人とか、あの同じ短期バイトで入ってきてる人たちともめっちゃ仲良くなって、すごい楽しい時間過ごしてるのさ。まだ2日目なんだけど、だからこれからどうなるかねまだ分かんないけど、本当にあの主により頼んで期待して、そして同じ部屋になる人のことはさらに祈っていきたいと思います。マジでさすがにね、あの仕事をなんだろう、やっぱまあ祈ります。結構ね、朝働いて昼働いて夜働いてって結構分かれてんのさ。それがちょっと大変で、なんかやっぱり疲れてる時ゆっくり休みたいなとかさ、聖書読みたいなとか祈りたいとかっていうのもあるから、まあ祈りますわ。はい、でも本当にフェリーのね上でこうやって何日間か過ごせるのはすごい感謝だから、はい、ハレルヤ。もうちょっとでね、ちなみに新潟に着くんですね。小樽出て今朝の10時なんだけど、もうちょっとで新潟に着いて、でまたお客さん入れ替えて、あの小樽の方に戻るっていう感じですね。はい、ハレルヤ。主に感謝します、この経験を。そしてあの与えられた友情もね、神様どうか俺を用いてください。皆さん見てくれてありがとうございます。という感じで今日はマジで世界で一番早いルームツアーということで、もう狭いし普通の部屋なんで、あの爆速で終わったんですけど、まあこれからも酔わないでね終われたらいいなと思います。はい、もう働くとはこういうことというのでしょうか。皆さんの声聞こえてきました。はい、ハレルヤ。はい、じゃあね、また次のビデオで会いましょう。 I'll see you in the next video. Ciao, thank you for watching. Bye.